日本は愛知県、豊田市旧足助町足助町足助町は、愛知県豊田市の町名。豊田市のほぼ中央部に位置し、足助地区に属する。下山方面より北進してきた矢作川支流である、巴川が大きな右極を経て、西に進路を変える付近、及び根曽岳から複雑に蛇行しつつ西進してきた、足助川の下流域から巴川に合流する付近に、かけて位置する。旧東加茂郡、旧足助町における行政、経済、文教の中心地であり、現在では、豊田市役所足助支所が置かれている。また現在の豊田市足助町の町域は、2005年の旧足助町の豊田市への編入に際し、大字足助に、大字けさだいら、大字中之御所が編入されたことにより成立している。3、大字は、かつて自然村として隣接しあい、伊那街道に沿う町並みが連続していたことから、地縁性も深かったと考えられる。115年余り存続した旧足助村、旧足助町の大字数は最終的に80を数えたが、成立当初の旧足助村を構成していた大字は、この3大字のみである。信濃国への道筋である伊那街道は、中山道の脇往還として発達したが、伊那街道を軸に、美濃国岩村方面へと向かう美濃街道、尾張国への伊保街道、岡崎に向かう七里街道へも通じる中継地であった足助は、古来より政治、軍事、交通の要衝ともなった。古代には、信濃の黒曜石が運ばれ、戦国時代末期には、小木下町と呼ぶにふさわしい町並みが形成されており、商家も出現していたようである。江戸時代に入り元禄期頃には、宿場町、在京町としての性格を強く帯びるようになり、足助町を称するようになる。宿屋、土屋、馬宿、飲食店などが軒を連ねて、人馬の著しい往来を支え、物流の多さと宿場の活況は、伊那街道沿いにあって、飯田に次ぐ規模を誇ったと言われるが、やがて幕末が近づくと、酒、味噌、紙、油を扱う生産的商人が登場し、中継商業基地としてのみならず地方、小商業都市としての性格も帯びてくる。1878年には、郡区町村編成法により、東加茂郡が成立し、郡役場が置かれた足助は、郡政の中心としての発展を見、繭、生糸、木材、畜材、新炭などがここに集積する、郡レベルでの地方経済、金融の拠点ともなったが、大正時代から、昭和時代になると、さらに観光都市としての性格も加わるようになる。物資の中継地としても栄えた足助町を最も象徴するものに塩がある。足助まで運ばれる塩には主に、三河産の塩と播磨産をはじめとする西国塩とがあり、前者は矢作川、巴川水運、後者は名古屋から伊那街道で入ってきた。ここで、各産地の塩を混ぜ合わせて、品質を整え、運送に適するよう氷を改装する、塩、踏みを行った上で、足助塩、足助忠の銘柄を持って、信濃国伊那地方に送り込んだのである。山がちの街道を伝う塩の運送手段として中馬が多く利用されたことから、伊那街道は、別名中馬街道とも呼ばれ、現在では、国道153号のうち豊田市中心部から、大野瀬町の長野県境付近に至るまでが、塩の道中馬街道として、日本風景街道の一つに登録されている。三河湾沿いでは、大浜塩、棚尾塩、生田塩、相葉塩、成岩塩といったそれぞれの生産地の名を冠した塩が、特産品として知られており、江戸時代に入ると、これらの三河産の塩は舟運によって矢作川を、遡上して、岡崎の八丁戸場で陸揚げされ、塩荷の検問、岡崎塩材の納入を経た後に、馬の背により、陸路を取って足助まで運ばれた。この陸路は、里程が約七里であったことから七里街道と呼ばれ、現在の愛知県道39号岡崎足助線は、このルートを、おおよそ継承している。岡崎塩座は、江戸幕府より塩の専売を公認された、特権商人の集団で、三河産の塩はすべてここに収められ、岡崎領内、他領、天領、自社領などにおける販売も、すべて塩座を通すことが定められていた。
また塩荷主から一俵につき十分の座銭も徴収していたという。三河さんの塩を多く扱っていた足助も、この岡崎塩座の存在による制約から自由ではなかったが、前述のように、伊那街道より入る、西国塩のルートも持っていたことから、江戸時代後期の天保年間には14件の塩問屋があったと言われ、この時代の塩の扱い量は、後に足助塩の最盛期を迎える明治時代に、すでに肉薄していたと考えられる。明治時代になると、岡崎塩座が消滅したことで座銭の徴収、積み荷の検問もなくなり、矢作川筋では、古鼠渡し場、巴川筋では、平湖渡り場まで船にが来るようになる。低価格の塩が大量に、短期間に入荷されるようになった結果、塩問屋の利幅も広がったはずであり、この時期足助問屋の烙印が押された塩俵を、うず高く積んだ光景が、まさに塩の町足助の繁栄ぶりを象徴するようになった。この繁栄は1911年5月1日に、国鉄中央本線が全面開通する頃まで続くこととなる。足助市街地足助川下流域両岸に発達した貸し団球場には、商店街が連なる足助市街地があり、足助町のみならず、足助地区、旧東加茂郡、奥三河全体の中でも突出。江戸時代より繁栄を続けていた足助川左岸の西町、足助川右岸の新町、本町、田町があり、明治時代以降には、田町の東に新田町が開発され、宿場の西隣の宮町は、国道153号沿いに市街化した。また、足助大橋の西側には、松江町があって、小規模な集落を構成している。昭和30年代には今朝、平地区と中のごしょ地区が統合されて信濃町が誕生している。足助の町並み保存地区の範囲と時代別の建物配置2月現在、歴史的側面から見れば、江戸時代初期、1629年の県知庁によれば、足助には田町、東町、西町、新町の4町、その他、宮平、落とし部などの集落があった。東町は1681年に、足助陣屋が置かれた後に、本町に改称されている。これらの地名は現在でも、あざ名として残っており、とりわけ四町においては商店、町屋の多くが伝統的な佇まいを残している。上記四町を中心とする 21.5 ヘクタールの区域は、2011年6月20日付で、豊田市足助伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。一般には、足助の町並みと呼ばれる。足助町内において、伊那街道、飯田街道の後継とされる国道153号は、現在足助川、巴川の左岸を走っているが、大字の伊那街道は主に両川の右岸にあり、足助の町並みを鍵型に縫うようにして通じていた。家々は、短冊状に仕切られた敷地の間口いっぱいに母屋を建て、裏手では、離れ座敷や土蔵を窮屈に配しており、そうした建屋が、街道沿いに隙間なく連なっている。もともと谷筋の貸団球場にあることから平地が、少なく、土壌を切り盛りしたり石垣を、幾重にも積み上げたりして鳴らした、造成地が多く作られており、生かしうる敷地を、最大限に生かそうとする風土が、足助の町並みの土地利用の特徴とも言える。1775年に発生した大火によって、多くの人家や商家が焼失し、現在残っている旧家はこの大火の後、江戸時代後期から明治時代末までに建造されたものが大部分を占める。建物の特徴としては、大火の類焼を逃れて、現在に残るわずかな寺院などには、かやぶきが見られるのに対して、大火以降の建造物では、漆喰塗り米目の壁戸屋や急勾配の瓦葺き屋根を持つものが多く、当然ながら防火を意識したものと考えられる。二階建て平入り様式の町屋が多いが、随所に妻入り様式の町屋や、しころ屋根をいただいた古い母屋などが混在しており、一階にも庇が見られるのは仕留め戸を伴っていたことの名残と思われる。大正時代以降から戦後を経て、現在に至るまで、こうした伝統的な建築様式を踏襲して建てられた建築物も多く、
豊田信用金庫足助支店のように建て替えの際に、近代風から伝統建築風に衣替えするところもあり、景観を保ち守ろうとする地域の一体性がここに垣間見える。東町域は古来より三河国加茂郡に属した。和名称によれば、加茂郡には八里があったとされ、この八里がそれぞれどの地域に否定されるかについて、古くから議論があり未だ定説を見ていないが、うち、千田郷が現在の足助地区の区域を含有していたと考えられる。ところで、狩猟社会であった縄文時代の遺物が多く出土する足助であるが、水田耕作が始まり人々の定住化が進んでいくはずの弥生時代以降になると、巣域などのわずかな出土が認められるほかは、人の居住を示す痕跡が極端に少なくなってくる。山間で平地が少なく、村を末端組織とする古代社会の発達が遅れたためと考えられ、古墳時代に築造された古墳は、足助地区全体で見ても、当町の陣屋と古墳一基が判明しているのみである。ただし、継続的な集住の形跡は7世紀後半から進みつつあったと推測され、陣屋と古墳の被葬者などはその早期の拠点づくりの関係者であったかもしれない。7世紀後半より8世紀末にかけては、順に、田町遺跡、今岡遺跡、石橋遺跡、引陣、城山城跡へと、すなわち足助が明石の平坦地から北部山野へと、生活域の拡大の痕跡が見られるようになり、平安時代に入ると、回遊陶器などの分布が、従来の遺跡で減少する代わりに、中田遺跡などで増加する傾向にあることから、この時期に生活域の中心が、西方に移動したことも考えられる。西方は、飯森さんの頂上に、今日塚が作られ、足助八幡宮の成り立ちとも縁が深い地域である。ここに、人々の暮らしの中に、後年のそれとも、平安時代後期の院政期には、寄進地系荘園で八条院領であった、高橋新城に編入され、応永年間以降にその名が現れる足助荘は、高橋新城の後ろ身であるとも言われるが、史料上連続性が成り立たないという説もある。二条、吉本の肖像が平安時代末期、高橋新城の召喚として赴任した、尾張国の山田重長が、現在の近岡加茂の山稜に、居城吉備瀬城を築き、ここに移り住む。山田重長は、加茂の六郎足助住町と称し、足助氏の祖となる人物である。二代目、総領、足助重秀は、吉備瀬城から、飯森山城に移り、以降足助氏は八代目、総領、足助重政が1343年頃に、退去するまで、飯森山城を居城とする。足助七、屋敷と呼ばれる複数の城塞に、足助氏一族が配され、足助郷は、約一半世紀近く足助氏の支配下に置かれたが、1333年には、足助又三郎から吉川殿への召喚の交代。1337年、当時の召喚は、源紀元であったとする資料が残されており、1332年の七代目、総領、足助次郎江藩の死後、一族が次第に、足助郷から各地へと離散し始めることからも、この頃には、足助氏の支配力に、陰りが見えていたと考えられる。やがて八代目、総領重政が退去した、飯森山城は、そのまま廃城となったと思われる。ただし、熊野那智大社文書により1357年の時点で、足助氏が足助に在留していたことは間違いないとされ、飯森山城が廃城となった後も、ところで1331年、元寇の乱の煽りを受けた、後醍醐天皇の第三皇子平昭親王が、当時まだ13歳であった県中納言二条義元を、伴って京を出奔し、足助里の上平村まで竜を落としたとされる。代々尊王の念が強い足助氏の決起を促すためだったとも推測され、果たして翌年には7代目、総領足助重藩が足助衆を引き連れて上京、笠木山の戦いにて奮戦するも捕らえられ、倒幕に組みした戸賀で非業の最後を遂げることになる。上平村に投留していた平勝親王は、無国を得て、綾渡るの断独三代秘密。他方の二条義元もほどなくして帰郷した後に、兼務政権下で、
中央政治に復帰することになるが、足助での短い逗留期間中には、次女として仕えていた足助従藩の娘滝野との間に、三吉丸という男児を設けている。この男児は長じて、成瀬元次を名乗り、成瀬氏の祖となる人物である。なお、平勝親王や二条義元が逗留した上平村は後に、中のごしょ村に改名するが、その由来として、二条義元の子が、中のごしょ殿を称してこの地に住まったためだとか、この地にあった、飲料親王の御殿が中のごしょを称したためだとか、言われている。16世紀には、足助氏も没落したと思われ、柳見に寄っていた、三河鈴木氏の足助郷への進出がすでに、始まっていた。15世紀後半頃の人と言われる、鈴木小次郎忠親が、真弓山城に入城し、その後、重政、越後森重次期、信重、安重の5代にわたる、足助鈴木氏がこの地に脅しを振るうことになる。足助鈴木氏は、足助七条と呼ばれる城塞を築きその支配域を強固に守ろうとしたが、1525年には、松平清康率いる2000余騎の軍勢を前に二代目、総領重政が、靴膝、弱視、越後守。しかしおよそ10年後の1535年に、森山崩れと呼ばれる不慮の事態によって清康が、見まかり、足助鈴木氏は、松平氏から離反、越後森重直筆となっていた久氏を岡崎に、送り返し、独立を回復する。ところが1554年、岡崎城を抑えていた今川氏家臣、馬場美幸やらが、来航、三代目、総領、越後森重直は、嫡子信重を人質に差し出すことで今度は、今川氏の部位に下った。1560年の桶狭間の戦いにおいて、今川義元が敗し、これを機に独立傾向を強めた、松平元康は、祖父、清康の果たした三河統一を再び果たすべく、動き出し、1564年には、真弓山城を攻略、足助鈴木氏は再び、松平氏の帰化に組み込まれた。1571年には、武田信玄による侵攻を受け、真弓山城をはじめ周辺の諸城がすべて落城の、浮き目に遭う。この時、越後森重直は、徳川家康のもとに落ち延びたと言われ、城主を失った、真弓山城には、武田支配下にあった下伊那郡の下城信氏が、城代として、在番、約2年後の1573年に、松平信康によって、城が奪取されるまで、足助郷は、完全に、武田氏の支配下にあった。武田勢が駆逐された、真弓山城は、旧城主の越後森重直に与えられ、足助郷も足助鈴木氏の領地として回復する。その後、四代目、総領信重は1581年に生じた第二次高、天神城の戦いにおいて、同族の小原城城主、鈴木和愛と共に奮戦し、松平勢の挙げた、全主給の2割近くを献じるなど、松平氏への忠節を、大いに尽くした。1590年、五代目、総領安重が、徳川家、中世までは、軍事拠点としての様相が強かった、足助であるが、江戸時代に入り、伊那街道の整備が進むにつれて、商業拠点としての色彩が濃くなってくる。ただし、江戸時代初期の足助村、けさだいら村、なかのごしょ村は、上記に示す通り領主の著しい後退が続いた、こと以外、村内の様子を詳しく知り得る資料に乏しいとされる。17世紀末、本田家の支配が、固定化された元禄年間の頃から、特に、足助村では、現在にも伝わる、帳簿類の残存量が増え、行政上は村であっても私文書上などでは、あすけちょうと呼ばれるようになり、商業町らしい、自治組織の成立などの様子も垣間見えてくるようになる。伊那県県庁が置かれた、飯島陣屋本陣2019年7月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。足助八幡宮、本殿2月足助中馬館6月けさ、平遺跡3月飯盛山山頂付近2月、合流点の標高は120メートル。大正時代に整備された東加茂郡足助足利線に比定される。
陣中町からこの分岐までの国道153号は国道420号との重複路線である。信州では三州街道と呼ばれた。また、中間街道、善光寺街道などという俗称もあった。足助警察署の庁舎はその高級庁に移転し、現在は岩上町にある。現在の行政区画においては、足助寺に跡とされている場所は、寺地宮跡である。後年飯田街道となる左岸の道はかつて離道とされ、足助八幡宮の祭典の時期に、山車が通行するために利用されていた。1878年から1880年にかけて行われた愛知県道改修工事の一環として、街道の右岸から左岸への付け替えが行われたという。重長が高橋新城全体の総司として赴任したのか、足助を含む一部地域を支配するための一、小官として赴任したのかは、はっきりしていない。本城は、飯盛山城、市城は真弓山城、大観音城、城山城、成瀬城、吉備瀬城、臼杵家峰城とされる。本城には、僧侶が住まい、六市城には、家の子と呼ばれる一族の人間が居住したとされる。承久の乱では二代目、僧侶、重秀の子重成が、京方につき戦死したと言われ、また金属の山田重忠も京方について奮戦したとされる。清中の変の際には、倒幕を目指す武士らが会合を持った、無礼講に、足助重成あるいは、重藩も参加し、また京方が、幕府打倒を意図する関東調伏の祈祷を行った、際も、足助重成あるいは、重藩は、その警備を行っている。本城は、真弓山城、市城は、朝屋城、足代城、足利城、八草城、田代城、大沼城とされる。なお、引用元では忠親が石高を減らされ再び、旗本になったのは1687年とあるが、同引用元のけさだいら及び、中の御所の項目によれば、2年後の元禄2年までは、足助藩が存在していたという。食い違いが見られるわけであるが、ここでは後者及び、足助藩の記事に従い、元禄2年の説を採用している。連弁文とは、蓮の花びらをかたどった文様。ありがとうございます。